こんな本を見つけてしまったんです。最高のメイド、私を差し置いてなんという古代広告か。とにかく敵情視察してきます。頼まー。あら、あなたバイトの面接の採用よ。はい、というわけで勝利してきました。いい機会だトール、サービス業というものを勉強してくるがいい。お帰りなさいませご主人様。アンドお嬢様。おー、10番料理上がります。はーい。小林さん、見に来てくれたんですね。大活躍じゃん。これ全然メイドじゃない。コックだね。いらっしゃいませ小林さん。チッ、ご主人様。オムライス。オッケー、オムライス2つで。はい、かしこまりました。ふなーれ、萌え萌え。うん、魔法っていうか呪いだろこれ。もはやコック長の料理の味がお店の名物なんですよ。コック長、コック長、コック長。料理よりメイド、メイドとしての私の評価は。マウス壊さないでね。削り取られたような崩れ方には。ここって私とトールがあった場所じゃん。私たちの大切な場所になんてこと。たい焼き、なんて美味しいんだ。犯人はあなたです。なんのことだ。私だよ。こんにちは。要するにお前は敵だ。あいつはこの世界を滅ぼすつもりだぞ。でもまあ、トールならなんとかするでしょう。破壊はこの世界ではなしです。私は混沌ぜ。エルマ、甘いもの食べられるだけ全部。殺し方を思いつかない。私も爆発しそうだ。全部巻き込んで。トール、真の姿でこの世界ごと。ギリギリだった。あの人間、エルマを動かして。え、俺って、ああ大変だね。終電か。トールに迎えに来てもらうのもありかな。あんた、お前は人の姿のトールに惚れている。違う違う、何さあ、私は女だ。ああ、終電行っちゃうじゃんか。ああ、待て。何なの、まだ暴れ足りないの。トールがお前に感じているのは物珍しさに過ぎない。寝るな。違いを楽しみ、楽しみが続けば主を好む。綺麗な言葉でごまかしているだけだ。私そういう人間。お前が女だからいけない。なあ、人類滅亡の危機